材料になったと思いますね、はい、会場から大きな拍手が送られております。勝利しました岡山リベッツです。では今日の試合をハイライトで振り返っていきます。静岡ジェード対岡山リベッツの一戦、第1マッチは静岡が龍崎森園ペア、そして岡山が覇王田添というペアでした、はい、先ほど田添選手も入れに行くことをと言って理由でしたが、はい、いやそんなことがものすごくいいボールが入ってたので、うん、逆に田添選手が決めに行って覇王たちがなんとか入れるっていうような場面もたくさんあったので、うん、素晴らしい試合だと思いますね。一方森園選手、龍崎選手もですね、チキータ、コース取り、あとは龍崎選手の豪快なフォアハンド、はい、いいところもたくさんあったんですけども、うん、まあ、ちょっと台上サーブレシーブのあたりでですね、ちょっとこう差が出たかなという形はありましたね、うん。まあ、第1ゲームも岡山、そして第2ゲームも途中一気に得点を重ねた岡山リベッツ、第2ゲームは 11-6 ということで、ゲームカウント2対0でまず岡山が取りました。そして第2マッチ静岡ジェード横谷城、そして岡山リベッツハオシュアイという一戦でした。はい、本当に横谷選手は僕は和製ファンジェンドンだと思ってるんですけどね、それにふさわしいような今みたいですね、豪快なバックハンド両ハンドでですね、前半ハオ選手はもう全部に苦しめてましたね。第1ゲーム3-6から一気に7連続得点でね、はい、逆転した横谷、そして第2ゲームも中盤でリードを逆転しましたね、そうですね、本当にいいプレーの連続でしたね。でハオシュアイ選手はちょっとこう苦笑いもあるようなところでちょっとなかなかこう噛み合わないとようにも見えたんですけども、はい、本当です本当です、そこからこう盛り返してきました、はい、第3ゲームもセブンオールまでね、はい、本当にこう競ってる場面でしたから、ただそこからやっぱりハオシュアイ選手のサーブの配球待ちなどですね、本当に巧みな部分がどんどん出てきてですね、最後はもう5連続得点ですか、はい、ですよね、もうどんどん自分のペースに引きずり込んでいたという形でしたね。ハオシュアイはこのゲームオールの戦いを制しました。そして第3マッチは静岡、坂井、そして岡山がヤンアンという、まあ、これも楽しみな一戦でしたね。そうですね、まあ内容も良かったですし、うん、得点的にもどんどんこう坂井選手も点数減っていってしまったと思うんですけど、ですけども、それでも坂井選手の両ハンドの攻撃のいいところというのがですね、存分に出てた素晴らしい試合だったと思いますね、はい、本当に向かっていく姿勢、はい、そして折れないこう、メンタルですね、はい、ネットインが何回も続いても本当に顔変わらずですね、落ち着いてプレーしてましたよね、はい、まあ、対してやはりヤンのやっぱりこの自力の強さ、ね、そうですね、はい、本当にそう思います。すごくですね、フィジカルも恵まれているというか体格もいいので、うん、坂井選手が攻撃してくるボールもですね受け止めて、いいボールでいいコースで返す形が何本もありましたね。ゲームカウント3対0でこの試合を岡山が取りました。そして最後の第4マッチです。静岡は龍崎、そして岡山は吉山という一戦でした。これも痺れる戦いでした ね、 そうですね、本当龍崎選手は前半こそ吉山選手にですね、うん、台上からどんどん先手握られてたわけなんですけど、どんなに自分でですねサーブの配球を変えながら、うん、得意の両ハンド攻撃を結びつけてですね、自分のペースに持ってきましたよね、はい、まあ、龍崎は今シーズン初めてのシングルスということでね、森園選手は今日はシングルス出ない中で、まあ、強い気持ち持って臨んだと思います。そうですね、本当に森園監督の熱い気持ちをですね、そのまま表現してくれたような素晴らしいゲーム内容で、このサポートの方たちもですね、すごく感動した試合だったんじゃないかなと思いますね、先に2ゲーム取った龍崎でしたけども、吉山もこの負けじとという感じですね。そうですね、吉山選手も本当に熱い戦いをやってくれました。吉山選手はサーブの配球がですね、こう思いっきりですね変えられた部分も良かったと思いますね。これも これがもう最終盤のもうラリーでした。そして最後はサービスエース、岡山リベッツが勝ち点4を獲得しました。